停電の原因にもなるカラスの巣を撤去しました。今日は名古屋市東区にある高さおよそ13メートルの電柱で、中部電力パワーグリッドの職員が高所作業車に乗ってカラスの巣を一つ取り除きました。カラスは例年2月から6月にかけて電柱の上などに巣を作りますが、巣に使われた金属製のハンガーや木の枝が電線に接触すると停電を引き起こすケースがあります。今シーズンは、名古屋市社管内で13件の停電が発生しています。金属製のハンガーを使用している場合は、漏電しやすい状態になりますので停電が発生しやすい状態になります。中部電力パワーグリッドは電柱の上などにカラスの巣を見つけた場合は知らせてほしいと呼びかけています。